アールド・ファンデルネールは、オランダ黄金時代のオランダ人画家。月明かりや炎が照らし出す夜景や、雪が積もった冬を描いた風景画家として知られ、その作品には、運河や川が描かれることが多かった。アルベルト・カイプや、メインデルト・ホッペマといった著名なオランダ人風景画家と同時代の画家だが、ホッペマ同様に存命中は評価の高くない画家であった。2008年に、 ホルクム地域文書保管所のレーネ・ファンダイクによる研究でファンデルネールがホルクムの出身だったことが立証されている。同時代のオランダ人画家、著述家、アルノルト・ホーブラーケンが書いた芸術家の伝記、大劇場によればファンデルネールはもともと専業画家ではなくアルケル地方の領主のもとで奉官の任についていたため、キャリア初期の作品数は少ないとなっている。 ファンデルネールは1629年にリズベトという女性と結婚し、その兄ヨヘム・ホファルツ・カンプハウゼンの影響で絵画制作を始めたと考えられている。ファンデルネールとリズベトの間には6人の子供が生まれ、2人目の子供のエグロンは後に画家として成功した。ファンデルネールが描いた風景画の売れ行きは家族を養うのが精一杯で高く売れるような絵画ではなかった。 1659年にアムステルダムのカルファー通りに居酒屋を開いて家計の足しにしようとしたが2年後にはこの店も潰れてしまっている。ファンデルネールは悲惨な貧困のうちにアムステルダムで死去し死後に残った絵画は1点あたりわずか5シリングという非常に低い評価しか受けることはなかった。最初期の作品には自身の名前の頭文字である AVDN と 制作日付とが組み合わされた署名がなされている。最初期の絵画には、アムステルダム国立美術館所蔵の風景画やキールのマルタンスコレクション所蔵の風景画などが現存しているが、いずれも未熟な作品で、質は低い。一方、イングランドのレディ・オンテージコレクションが所蔵する、冬の風景やブリュッセルのダレンベルクコレクションが所蔵する月夜の評価は比較的高い。 1652年にアムステルダムの旧市庁舎は火災で焼け落ちた。ファンデルネールはこの時の様子を数枚の絵画に残しており、これらの作品は現在ベルリンやコペンハーゲンのギャラリーで見ることができる。ファンデルネールは生涯のほとんどをアムステルダムで送ったと考えられているが、その作品からはハールレムやライデンの運河や河川もよく知っていたことが伺われ、 マース川やラインガーなども作品に描かれている。アルベルト・カイプの故郷ドルトレヒトも数点の絵画に描かれており、ファンデルネールとカイプとの間に友情関係があったことを示す証拠が多く残されている。二人で共同制作した絵画も何点かあり、両名の署名が残っている作品も現存している。現在、ウェドフォード公爵家とウェストミンスター公爵家が 所蔵するカイプの作品で、凍ったマース川で漁師がニシンを箱詰めしている絵画と、穏やかな川の水面に、月明かりがきらめいている絵画がある。これらの作品は、ファンデルネールの絵画を元にして描かれたとも言われている。月夜の橋カイプとファンデルネールの作風はよく似ており、両者が知り合う前から、同じようなモチーフの作品を描いていたが、画家としての才能は、カイプの方が、 はるかに上だった。ファンデルネールはカイプから多くのことを学び、カイプは頼まれて、ファンデルネールの絵画に人物や家畜を描くこともあったが、ファンデルネールがカイプの手助けをすることはなかった。二人が共同制作した作品がドルトレヒトに存在しており、ルーブル美術館にもカイプが前景と名節を描いたと考えられているファンデルネールの風景画が所蔵されている。 ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵するファンデルネールの作品にはカイプが赤いスカートの女性を描いており、その女性が持っている手桶にはカイプの署名が残されている。その他フランクフルトの指定出る美術館にもカイプが釣り人や犬などを描いたファンデルネールの有名な作品が所蔵されている。ファンデルネールの特徴として円形の暗いモチーフであっても様々な色調の暖か茶色や 鉄灰色で彩る、透明感に満ちた作風が挙げられる。好んで描いたのは、生まれ故郷オランダの夕暮れあるいは夜半の河川だった。冬の情景を描いた作品もあり、ゴルファー、ソリに乗る人、釣り人などが描かれた日中の氷結した河川や、故障の絵画が多い。ファンデルネールの絵画は、希少というわけではなく、絵画史上における評価も、カイプやホッペマの方が上で、 コレクターたちからの人気もあった。現存するファンデルネールの作品はおよそ150点程度と言われ、サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館が所蔵している。コレクションが最も充実している。イギリスでは、ロンドンのナショナルギャラリー、ウォレスコレクション、バーンズリーのカノンホール美術館などが所蔵し、プライベートコレクションとしては、ビュート公爵家などが所有している。 スプリング2009ニュースレターオブザスティッチティングゴーデン・エイ・ゴリンカムありがとうございます